はい。はい。そうですか。それなら安心だと思います。すみません。自分たちだけ楽しんできてしまって。わかりました。せいぜい充電してきます。支援課の方は何もなしか。さすがに気にしすぎだとは思うんだけど。はじめまして、支援課の諸君。お近づきの印に置き土産を置いていくから、楽しんでくれると嬉しいな。多分、あいつがテロリストにタワーのデータを流したんだろう。だけど、テロリストたちの仲間ってわけじゃなさそうだ。そして、インの言った通り、兵友や赤い星座の一員でもない。一体何者だ？ロイド、まだ部屋にいるの？ああ、エリーか。いいよ、入ってきてくれ。あら、どこかに連絡していたの？ああ、課長にね。留守中に支援課のビルで何か起きていないかと思って連絡してみたんだけど、取り越し苦労だったみたいだ。そう、確かに通商会議の時に起こったことを考えると心配するのもわかるけど、今日くらいは何も考えずに休暇を楽しんだ方がいいわ。そうだな。ごめん、ひょっとして迎えに来てくれたのか？あ、うん、姿が見えなかったから。よかったら一緒に迎賓館まで行こうと思ったんだけど、その迷惑じゃなければ。迷惑なわけないって。まったく、エリーからかってるだろう。からかってるつもりじゃないんだけど。それじゃあ一緒に迎賓館まで行きましょう。晩餐会まで時間はあるから、少し寄り道してもいいし。そうだな。下の店とか覗いてもいいかもな。って、なんで二人してこんなに慌ててるんだ。そういえば、キーヤは誰かが連れて行ったのかな？ええ、ティオちゃんが連れて行ってくれたけど、もう迎賓館に行ってるはずよ。そっか、それなら安心だな。何かあったの？いや、いろいろあってナーバスになってたみたいだからさ。まあ、テーマパークも楽しんでくれたみたいだし、心配いらないと思うけど。そうね。Thank you.
Thank you.
ようこそミシュラム迎賓館へ。特務支援課のロイド様とエリー様でいらっしゃいますね。ええ、そうですが、あれ、あなたは、確かオークションで案内役をやっていらした。その説は失礼いたしました。主人の方はあのような形になってしまいましたが、自分をはじめ多くの使用人は迎賓館の管理を引き続き任せていただくことになりまして、これもディーター市長のご配慮の賜物でございます。なるほど、それは何よりでした。通商会議ではこちらに各国首脳が泊まられたそうですね。本当にお疲れ様でした。もったいないお言葉、ありがとうございます。キア、先に来てたのか。うん、シュリと一緒にぐるっと探検してたんだ。そろそろ晩餐会が始まるんだって。ロイドたちも早く席に着かないと。わかったよ。それでは案内よろしくお願いします。かしこまりました。ではどうぞ中へ。いやいや、本当に遅れて申し訳なかった。招待した側が遅れるなど本来あってはならないのだが。いえ、市長がお忙しいのはさすがに分かっていますし。どうもお疲れ様です。まあお父様の場合、忙しいのは自業自得ですけど。まあその通りなんだがね。ベルったら。しかし練習と公演ばかりで詳しくは知らないんですけど。また随分思い切った提案をなさったみたいね。実は就任当初から考えていたアイデアだね。本当はあのタイミングで出すつもりはなかったが、そうも言ってられなくなった。なので思い切ってサイを投げさせてもらったよ。なるほど。そして幕が上がったステージは最後まで踊り続ける必要がある。その通り。聞けばアルカンシェルは金の太陽銀の月のリニューアルに挑戦するとか。実はその初公演の翌週に国家独立の是非を問う住民投票を実施することが決定してね。それでこれも縁かと思い招待させていただいた次第だ。そうだったんですか。おかげさまで楽しい休暇が過ごせたわ。どうもありがとうございます。どうも。私は部外者なので申し訳ないくらいですけど。いやいや、とんでもない。ウルスラ病院の関係者からあなたの噂は常々聞いている。何でも聖女ウルスラの再来と言われるくらいの働き者だとか。お会いできて光栄だよ。さすがにそれは大げさかと思いますけど、そう言っていただけると光栄です。もうお父様ったら、先ほどから妙齢の女性ばかり褒め添やして。少しはロイドさんたちもねぎらってはいかがですか。おっと、これは失礼。いやはや、美しいお嬢さんばかりで年甲斐もなく舞い上がっているようだ。まあでも招待してくれて本当にありがたかったっすよ。そうだね、いい気分転換になったし。市長ありがとうございました。すっごく楽しかったです。
キーヤも楽しかった。それは何よりだ。蒸し返すようで悪いが、あれは本当に不幸な事件だった。いくらタワーの爆破までしようとしたテロリストとはいえ、あんな形で命を落とさなくてはならないほど罪深かったとは思えない。二度とあんな事件が起きないよう尽力するつもりだ。この世に正義が実在すると皆に信じてもらうためにもね。ああ、ディーター市長。そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。しかし、その独立の是非を問う住民投票ですが、もし賛成が上回った場合、本当に独立できるものなんですか？いや、住民投票自体に独立を可能にする決定力はない。ただその結果は必ずや諸外国への意思表示となるはずだ。そうして徐々に国際世論を形成し、二大国から何とかして独立をもぎ取っていく。それが私のシナリオだよ。なるほどね。こう言っちゃなんだけど、相当険しい道のりだよね。わじか。いや、君の指摘通りだ。地政学的な観点から言っても、クロスベルの国家独立というのはかなり困難な状況にある。だが人間というのはただ情勢に流されるだけの生き物ではないと思うのだ。苦境にあっても理想を追求し、誇り高くあらんと思考する。そんな力と可能性を秘めているように思えるのだよ。おじさま、誇り高くあるための力と可能性ですか？なるほどね。今後クロスベルが歩く道は困難なものになるだろう。無論我々大人たちは粉骨砕身の覚悟と努力でその道を切り開くつもりだ。だがそれに続いて高みを目指していくのは君たち若者の役目だと思うのだ。どうか君たちも、君たちならではのやり方でクロスベルの明日に尽くしてほしい。行く手に立ちふさがる壁。ディーター市長は彼なりのやり方で壁を突破しようとしているのか。でも俺たちは、マフィアの時は勝手に壁が消滅しただけだった。そしてそれ以上の壁が立ちふさがろうとしている今、俺たちは、俺はまたあまり役に立てないでいる。それで本当にいいのか。ダメだ、疲れてるのに全然眠れない。ちょっとラウンジで水でも飲んでくるかな。やあ、リーシャ。あ、
ごめん、いきなり声をかけて驚かせたかな。そんな、私がただぼーっとしていただけですし。そこいいかな。すごい月だな。クロスベル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝、和事のやつに変な風に突っ込まれたんだ。え？俺が夜中にふと起きて、女の子とばったり出くわして二人っきりになりかねないって。正直意味不明だったんだけど、当たっちゃったと思ってさ。ドイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしいときに本当にそこにいてくれて、そこにいてくれるだけでなんだか安心できてしまう。支援課の皆さんが羨ましいです。買いかぶりだよ。一人前の捜査官としても、みんなのリーダーとしても、まだまだ足りないところが多くてね。もっともっと大きくならなくちゃな。なあ、リーシャ、失礼かもしれないけど、聞かせてもらってもいいか？失礼だなんて、一体何でしょうか？どうして君はそんなに、そんなに儚い目をして笑うんだ？思えば、出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて、最高のステージで活躍して。リーシャ・マオといえば、今やクロスベルじゃ有名人だ。なのにどうして、どうして君はいつも、何かを諦めたような微笑みを浮かべてるんだ。どうしてそんな。よく知ってる人が、一時期浮かべていた笑顔だったからさ。今ではもうそんな儚げな笑顔は見せなくなってくれたけど、だけど君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の笑みは、大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だったら君は、イリアさんが大好きな君は、どうしてそんな風に笑うんだ？彼女はいつも君のそばにいるのに。正直驚きました。鋭いとは思っていましたけど、まさかそこまでなんて。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちにクロスベルを去ると思います。やっぱりか。理由は俺が聞けることじゃないか。はい、でもそうですね、詳細はやめておきますが、私は本来歩むべき道があるんです。歩むべき道？家業のようなものです。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道。今となっては何のために歩んでいるのかわからない道を。そうなのか。でもだったら。だからといって必要ない、そう否定もしきれない道です。少なくとも父はその道を受け継ぐことに意味を見出しているようでした。
世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけたりうる暗くひそやかな道を。そして私もまた父からその道を受け継ぎ、今まで歩いてきました。そう、これからもまた変ですね、私。イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんですけど、それとも月の光に酔ってしまったのかしらそうかもな。ごめん、軽々しく立ち入ったかな。いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので、話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら光栄だけど。でもリーシャ、もしかして君は。ライド、キア。あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話し中？あ、ううん、もう終わったから。ああ、大丈夫だぞ。ひょっとして眠れないのか？なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで一緒に寝るか？いいの？ああ、特別だけどな。ごめん、リーシャ、変な形で中断しちゃってさ。とんでもない。ロイドさんのおかげで私もなんだか眠れそうです。ありがとうございました。そっか、先ほどの話、どうかイリアさんには内緒にしていてください。いずれ折を見て自分で話すつもりですから。わかった。頼りないかもしれないけど、何かあったら声をかけてくれ。できる限りのことはさせてもらうからさ。ありがとうございます。では、もし困ったことがあれば、相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、ギーアちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが違ったね。そっか、キーヤもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ気をつけておくつもりだよ。ライドかっこいいね。からかうんじゃありません。さてと、とっととベッドに戻って寝よう。あ、トイレとか済ませたか？ロイドデリカシーなさすぎ。ロイド、起きなよ、ロイド。あれ、今何時だ？夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい？ああ、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。あれ？なんだ、どうした？
ランディ、起こしちゃったか？まあ気にすんな。それよりキーボーがいないのか？さっき二人で戻ってきて一緒に寝てたみたいだけど。二人とも気づいてたのか？そうなんだ、一緒に寝てたはずだけど。部屋にはいないみたいだね。ま、ちょっと探してみようぜ。ああ、悪いけど頼む。そうですか、やっぱり2階にも。申し訳ありません。すべての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中ですし。まったくあのちびっ子、何寝ぼけてるんだよ。さすがにちょっと心配ね。どこに行っちゃったんでしょう。私のサーチでも見つかりませんでしたし、一体キアはどこに。お、あら、おお、お前がいたか。おるるる、お、おい、ついてこい。こっちだと言っています。とにかく追いかけましょう。そちらだ。ただし気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。でも気をつけろって。時間がない、とにかく行ってみよう。フラン、セシルネ、それとイリアさんたち、皆さんはここで待っていてください。でもまあ仕方ないわね。足手まといかもしれないし。でも何かあったらすぐに呼んでちょうだい。一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さんどうかお気をつけて。いざとなったらエニグマで連絡してくださいね。Thank you.
れって垂れ幕が変わってる。おいおい、こいつは。いつの間にこんな、夜限定のイベントとも思えないけど。そんな話は聞いたことはありません。それにミッシーを他のキャラに変えるなんてありえないです。だろうな。あれは、フールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキーヤはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ、行くしかねえな。やれやれ、いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりにこんなものを、絶対に許せないです。ディオちゃん落ち着いて。それにしてもキーアは一体どこに。左右前方、何か来ます。何？これってホラーコースターの化け物にしちゃガチすぎんだろう。とにかく迎撃するぞ。来る。気をつけろ。了解。分かった。任せろ。ほらよ、俺の番だな。みんな、はい、一気に行くぞ。行きます。分析を開始し、入手しました。おっしゃ。
行くぞ。
私の番です。リカバーも。これありがとう。ありがとう。任せろ。援護します。デリジネット投射。え、エニグマクドウ。任せてくれ。エニグマクドウ。はい。リカバーです。任せろ。俺の番だな。エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。さあ。迎撃完了。みんな先に進もう。なんだってんだ。でも今の手応えは。いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。え、へえ。よくわかったね。男の子。気配を感じませんでした。てめえ何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうのに。ねえ、特務支援課の諸君、あなたもしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー。そしてテロリストたちにタワーの情報を流した張本人か。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だったな。正解。ウロボロスが執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前であった以上関係があるとは思ったが、まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らも災難だよね。ヘイユエに赤い星座、厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当気の毒だったな。ふざけないで。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。彼らはあくまで僕が利用してた駒の一つさ。なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけでね。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃないか。ワジさんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスペルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。は
てめえ、しらばくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。これは。元に戻りやがった。随分と大掛かりな手品じゃないか。まさか剣術の類。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。ああ、お姫様なら奥の城へと向かったはずだ。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれが、あれがウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんな、どうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。いた。よかった。どうしてなの？キア。キア、大丈夫か？よかった。怪我はしていない。どうしたの？学会。どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キア、なんでここにいるの？やれやれ。全然覚えてないみたいだね。寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。希望、何も覚えてないのか。なんか夢でキーヤを呼ぶような声が聞こえたような。あれ、キーヤが呼んでたのかな。夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。キア、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。はーい。
キア、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん。またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とか。いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。ん？ライド、どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりキーヤ、本当に昨日の夜変な奴を見かけたりしてないんだよな。ピンク色の服を着た奴とか。見かけてないと思うけど、キーヤ寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。マリアベルさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし結社と言ったかしら、ふざけた連中もいたものね。私の人形をさらったのもそいつらの一員という話ですし、これは保安部の警備体制を徹底する必要がありますわね。そうですね。民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思うけど、やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと？ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで一緒に撮った？ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。うん、撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね、せっかくのいい天気ですし。俺、みんなを呼んできますよ。お願いします。それと船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますわ。わかりました。あ、大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれませんわ。さすが皆さんです。おめでとうございます。ランクアップしました。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。